Windows で作業をする起点になるのがスタートボタンそしてスタートボタンをクリックすると表示されるのがスタートメニューこのスタートメニューを使えないと Windows では何もできないのでスタートメニューの構成と使い方を知っておきましょう デジタルグッズを活用して日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はスタートメニューをプラスワン画面の一番下のタスクバーの左端にある Windows ロゴこれをクリックするとスタートメニューが表示されます。 基本的にスタートメニューが Windows での作業を始める起点となりますのでこのスタートメニューの構成を理解しておきましょうスタートメニューは3列で構成されています一番左は個人で保存している書類とか写真といった個人設定になりますそしてパソコンの電源を切ったり再起動もここからできますのでパソコンを終了する時にはいきなり電源ボタンを押さないようにしましょう パソコンを使い終わってパソコンの電源を切りたいときそのときには「電源」をクリックしますこの「電源」という項目以外には下から「 設定、ピクチャー、ーードキュメント、ユーザーという4つのアイコンが並んでいますアイコンをポイントすることで領域が広がるのでクリックしやすくなりますしアイコンの内容が分かるようにラベルも表示されますもしアイコンをポイントしても領域が広がらない というのであればこの列の上の方にある3本線こちらをクリックすれば領域が広がります続いて一番右の四角い大きめのアイコンが並んでいるところは頻繁に利用するアプリとかホルダーっていうのを登録できるパネル域になりますパネルの並びは ドラッグすることで変更できますから使いやすいように変えておくと良いでしょうこのパネルはタブレットとして使用できる 2-in-1 と呼ばれる種類のパソコンやったらタブレットモードで Windows を使用する時にさらに便利になりますですがラップトップとかデスクトップパソコンで使用しているとごちゃごちゃしているのですっきりさせたくなりますそんな時にはパネルを右クリックして ショートカットメニューからスタートからピン止めを外すをクリックするとパネルを消すことができます Windows をタブレットモードで使用するにはタスクバーの右端にある通知アイコンをクリックして通知メニュー内にある タブレットモードをクリックするだけですタブレットモードに変更されるとパネル域がメインの表示になってタッチ操作メインの外観になりましたタブレットモードに切り替えた時と同様の手順でタブレットモードを解除できます このパネル域にアプリを登録するのはアプリ一覧から登録したいアプリをドラッグするだけですそのアプリ一覧がスタートメニューの真ん中にある部分になりますここには使用しているパソコンに入っているアプリがアプリのアイコンとアプリ名で一覧表示されていますアプリの一覧は記号数字アルファベット50音 この順番で表示されていますので必要なアプリを一覧から探す時には便利になりますですがスタートメニューの表示領域っていうのは限られてるので上の方だけが表示されているんですよねマウスポインターがプログラム一覧のところへ移動するとパネル域との間に縦棒が出てくるのでポイントしてみましょう。 横幅が広が広りましたねこの縦棒をスクローールバーと言います表示しきれない部分を表示させるためのものでつまみをドラッグすることで表示している部分をスクロールして見えなかった部分を表示することができるようになりますマウスの。 左ボタンと右ボタンの間にスクロールホイールが搭載されているのであればこのプログラム一覧のところでホイールをくるくる回すことでもスクロールさせることができますこれでスタートメニューに登録しているアプリっていうのを探すことができますねこの一覧の中でアプリ名の横に記号のついている項目というのがいくつかありますこの記号がついている項目は クリックすることでさらに表示できる項目があることを表していますでは「w i n d o w s アクセサリーという項目を探してみましょう w i n d o w s アクセサリーが一覧に表示されていない場合はつまみをドラッグしてスクロールさせてみましょう w i n d o w s アクセサリー という項目が見つかったら記号をクリックしてみてくださいさらに内容が表示されましたこれで w i n d o w s アクセサリーというグループの中に登録されているアプリを表示することができるんですそれではパネル域にアプリを登録してみましょうパネルに登録するのは簡単です w i n d o w s アクセサリーというグループの中にある メモ帳、こちらをドラッグしてパネル領域でドロップすればパネルに登録できますアプリ一覧から使用しているパソコンで使えるアプリを探したりパネルにアプリを登録することができましたですが実際にアプリを使うためには アプリの画面をデスクトップに表示する必要がありますこのアプリを使える状態にすることを「アプリを開く」もしくは「アプリの起動」と言いますそれではメモ帳というアプリを開いてみましょうメモ帳という項目をクリックするだけで簡単に開くことができますここではせっかくですので先ほどパネル域に登録した「メモ帳」 のアイコンをクリックしてみましょうこれで「メモ帳」というアプリがデスクトップに表示されてメモ帳で作業ができる状態になりました今回はアプリの開き方だけ分かればいいので閉じるボタンでアプリを終了させましょうちなみにアプリも「ウィンドウという 扱いになるのでアプリを終了させることをウィンドウと同様に閉じると表現します今回はスタートメニューの基本構成について解説しました細かい部分に関しては省略していますけれどもスタートメニューの構成基本的な使い方っていうのを理解できたと思います デジタル教室ではパソコンやスマホの初心者に向けて何か一つでもプラスになる情報を発信しています今回の動画があなたにとってプラスになったと思ったらチャンネル登録そしてグッドボタンでデジタル教室にもプラスワンしてください YouTube だけではなく Twitter や Podcast でも情報を発信していますので概要欄からアクセスしてみてください次回もあなたにプラスワン